上が横向きですね、はい、で下がうつ伏せです。そうすると頭と胸を取ってます、まあ、頭と胸を取ってます、まあ、これは胸だけだけどこんな感じですね。綺麗に取れると胸があってこの白い塊が心臓で肺がこんな感じでね、これはねちょっと白っぽいけど、はい、転移所見ではないです。ただね心臓は大きいですね。ちょっと大きいですね。このうつ伏せで見ると分かるんだけどこれが胸ですよね、はい、そうするとこれだけ心臓がある。あでこういうところが肺です。で肺に転移してると肺が全体的に同じように白くなってる。弥漫性にね広がるというかそういう所見は今のところはなさそうだけど心臓はだいぶ大きい、うん、これが近い将来症状が出てくるかもしれませんね。が続いてまあ前歯は綺麗ですが奥歯、はい、奥歯はねどっかねからここはねビシッとまっすぐ揃ってた方がいいです。あまあまあ揃ってますけど多少、うんうん、でひどいとこれが重なってきたりもするしだからひどい不正交互はないと思います。不正交互になるとねモルモット、まあ、ウサギもチンチラもそうですけど歯の根っこが炎症を起こしていくんですよ。だからこういうところ上だったらこういうところ下だったらこういうところは、はい、歯根膜炎って言うんですけどそれ炎症を起こしてそこがバイ菌が入って産んでくる。治せれないです。なかなかだからそうならないためには血干しをしっかり食べておくことですね、はい、でもちょっとレントゲンは肺は、まあ、転移所見はないけど心臓は、まあ、例えば普通を10度すると15ぐらい、うん、普通これぐらいですからね。だいぶ大きい、だいぶ大きいですよね、うん、次お腹でお腹はこれが体に比較するとお腹が大きいんですよね。これぐらい、はい、でまあこれが腫瘍です、うん、これが腫瘍ですね。でまあお腹の中はちょっとこれ興奮してるせいもあると思うんだけど空気を飲んでます。胃にガスが溜まってます。ただこんな風にもや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 って見えてるじゃないですか、はい、これ盲腸粉なんですよ。だから食欲があれば盲腸粉が結構あるはずなんでこれは正常範囲じゃないかなと思います、はい、でもただですねそうかこれおそらくすりガラス状に見えてるのこれ肝臓だと思います、はい、これもね普通はこれぐらいですわ。あでかい。そうだから心臓肝臓、まあ、心臓は拡大っていうし肝臓は主大っていうんだけど、まあ、どちらもちょっと大きいなとは思いました。ただまあここで見た方の肺への転移所見はない、はい、だけどさっきの細胞診ではなんか2つぐらいちょっと腫瘍細胞っぽくてなんか悪性っぽいのが出てるかなとは思いました。